ファイターは、1984年から2002年にかけて、三菱自動車工業が、2003年からは三菱、不装トラックバスで生産されている、中型トラックである。初代ファイター初代、ファイターファイターファイター ANX、ファイターファイターミニオン FH の後継車種で、ファイターのシャーシに、キャンターのワイドキャブを乗せたタイプ。バキュームサーボ式、ハイドロリックブレーキとエアオーバー式。 ハイドロリックブレーキを採用。メーター内にエアタンク圧力ゲージが追加されている。キャビンを軽量化し、荷台長を増やして、積載重量を増やすファイター NX 同様のコンセプトに基づく車両であるが、NX 以上に小型軽量なキャビンの搭載や装備の簡素化、軽量化により、当時の普通免許で運転可能な車両総重量 8000kg 未満でありながらも、 最大積載量 4500kg を確保している個体も存在する。なお、車両総重量が8トンを超える仕様の設定はなかった。二大仮装を行っても積載量を確保できることから、キャブバッククレーンやダンプなどの仮装ベースに用いられた車両が多いが、一般的なドライバーや冷凍車などの仮装が行われている車両も存在する。価格帯もファイターファイター NX より低く。 抑えられていることから建設業者の自家用ダンプカーやレンタカーとしての登録が多かった。ネーミングの由来はフランス語で優雅なという意味とミニ4トン車にかけている。ありがとうございます。